どうも、第5節ジュビロ磐田戦です。では行きましょう。さあ、無敗が続いていつまで続くか。まあ、コンピューターがスーパースターだからって負けることもあるかもしれませんしね、まあ、できることなら無敗で優勝したいです。もらった。いいえ、いきなりの決定機。ファール、なんかうまい。危な、奪います。取られてしまいます。さあ、このスルーパス危ないよ。キーパー OK。 このパスはキーパーへ。狙いは良かったんですけどね。本当はキーパーの判断が良かったですよね。これ落とせたらチャンスかも。いいね、いいよ。最後いやー、そこか。よく出ていました。いやー、よく出ましたね。いい判断だったと思いますよ。サイドにやりたかったな、さっきの。危ないですね。マジか。今の決定機も決めれないか。完全なるビッグチャンス。逆にこういうチャンスが外れると相手にチャンスが来ますよね。危ねえ。シュートはクロスバーの上。このサイドからの展開、それにしてもすごい飛び込みでしたね。もう一点もんやね、これは。チャンスはヴィッセルなのか。届かないか。危ない。クリア。いやー、しかしゴールキーパー素晴らしいセービングでしたね。キーパーに助けられてる。ここはディフェンスに合います。藤田、山田へ後ろに下げて出ない。うん、OK。 ここで笛、前半が終わりました。まあ、ほぼ五分五分ぐらいのチャンスかな。神戸としては前半の立ち上がりのリズムが非常に良かったですからね。決定機、後半もあの形でプレーできればいいと思います、ね、決定機は両方でも作ってればね、この試合が。前半を終え0対0、後半へと折り返します。さあ、すでに後半は始まっています。ダメか。神戸としてはだいぶ押してましたからね。今からも同じ調子でいけばゴールで近いんじゃないでしょうかね。追いかける。この2人で取り入っても繋がれる。
そこがすごい。声ありますよね。コンピューターの進化が怖いわ。読まれています。三原、小木、八冠城。いやー、そこじゃないな。もう一人激しい攻防、手前に欲しかったっけ。持っている山田、菅沼、藤田。これはピンチになる。サイドが、もう一人だ。これは取られます。まだ完璧な守備。トクラ、取られてしまいます。ダメだ。菅沼、ナイスカット。あー、遠めに行けない。これはカットです。田中、ディフェンスに合います。ドリブルが長いな。戻し、追いかける。こっからラインの裏ですね。いやー、おー、ポスト一気に来ましたね。どうだ、クリア。よし、落としてのカウンター。田中、小木、このパスは届かない。追いかける。いや、取れなかった。藤田、得点が取れないな。菅沼、うまいね。そしてこの落としか。菅沼、サイドはない、うん。来た、来た。いい、いや、ファールだろ、ファールだろ。ないのか。菅沼、よっしゃ、来た。ロスタイムだ。後半ロスタイムです。何シュートやで今の。神戸、ようやく均衡を破ります。素晴らしいバックヘッドか。うまいな。ゲーム劇的勝利きた。いや、まだ時間あるけど。よし、ここで笛です。劇的勝利。おっと、2位にランクダウン。サンフレッチェも無敗できてる。4チームが今のところ無敗ですね。3位の浦和レッズ、4位の柏レイソル、ここまでが無敗。第6節はコンサドーレ札幌ですね。ではこの辺で。